ランナー一塁でツーベース打ったらホームに帰ってくるのうざい。うざいって。実際の野球でもまあ足速い選手だったら帰ってくるからな。まあプロスピもなんかもうちょっと、あ、まさに帰ってきたわ。それでもうちょっとなんかリアタイだけでもいいからベンチワークもっと広げると戦略性広がっていいような気がするんだけどな。リーグになるとちょっとそれがコンボ上とかでバランスが難しいのならリアタイだけでももっとダイソー要員とか輝いてもいいと思う。ダイソー要員使いづらいのってやっぱりさ、そのそこに守備入れてまた打席立たないといけないからで、もっとなんか戦略性があっても俺はいいと思うんだけどな。鈴木貴博みたいな、そうそうそう、そういうダイソー職人みたいなのが輝く方がおもろいと思うんだけどな。みんな重量打線使ってんだから余計に。